ミルクサッカーカーで見上までございます。ノーミルク佐藤です。今日も行ってみましょう、同級生シリーズ。さあ先生、今日は1994年のジャパン&ワールドです。よいしょ。ということで、世代でいうと今何歳世代になるわけですか？2020年で26歳になる世代ですね。はい、日本から行きましょう。ドン出ました、こちらのメンバーですね。はい、はい、国内こちらがですね、1994年の4月2日から、1995年の4月1日生まれのメンバーとなっております。次に紹介するワールドは、94年の1月1日から12月31日生まれのメンバーとなっております、うん。この先生、ジャパンの方は、はい、J リーグ所属の外人さんも含むと。そうですね。そして日本人、日本国籍の選手、まあ、海外でやっててもってことですよね、はい、そうなんです。24歳、26歳。あ、6歳、はい、ベストメンバーですね。いいですね、中心選手ですね。ここはそうですね、各 J チームのね、はい、そして海外組もいらっしゃると、まあ、南野選手ですね。そうだ、ちなみに南野選手とあの古橋選手は、うん、あの高校時代にお互いにちゃんと話したことは多分ないと思われますけど、実は同じ高校、広告高校出身なんですよね。なるほどね。そう、まあ、部活に所属してた古橋選手と、セレッソに行ってた、まあ、南野選手って感じですね。校庭をね、古橋くんが走ってる校庭の横を、うん、ピンクのバッグ持って、うん、あのサラサラの髪の毛で、ちょっと失礼しますって帰ってたのが南野。そういうことになります、ね。でもなんか一緒にこう練習したこともしたことあるでしょうね、きっとね。まあ体育とかお互い知っててサッカーでね、やったかもしれない。はい、ここ同級生なんだ、中島翔也とかもね。そうですね、もうこの世代はあの東の中島翔也、はい、そして西の南野拓実っていうところがやっぱりずっとこう名前あったかなという世代でした。はいはいはい、でただこの世代で一番最初にこう名前をこう世界レベルで出してったのは、実はその二人ではなく、はい、今の清水エスパルスの石毛秀樹選手、今年からあのサイドバックやり始めましたけど、彼があのアジアでそのアンダー年代の賞を取ったんですよね。そう、そこからっていうところがあります。最初に売れたのが彼なんだ。そうですね、同期でね。ただ同時期に南野選手はもうトップチーム昇格だとか、中島翔也選手はあの、ね、あの J リーグこの間破られてしまいましたけど、あのそれまでの最年少ハットトリック記録とかをね、アジスタでね、栃木戦なんですよ、見てました見てました、はい、っていうのもね、そうでしたね、はい、ありましたね、はい、うん。その時期にあと高校、いわゆる高校の方、ユースじゃなくて高校の方では、うんうん、例えば四中高の浅野拓磨選手だったりだとか、はい、うん、もう大津高校上田直道、うん、そしてあとは青森山田室谷生とかね、この辺りもいましたと、ね、うん、そんなメンバーとなっております。あの時のあの日の18歳なんだ、みんなね。そうですね、栃木戦のあの日の18歳19歳ぐらいのメンバー。メンデスも、メンデスもそう、そしてチアゴマルチンスもそう、はあ、もっと言えばマテウスもそう、18歳の頃なんてあったの、その3人。あるよそれは。ということでね、あの、まあ、どういう風に組んでもよかったっちゃよかったんですけど、はいはいはい、まあ、今回まあ 4-1-4-1 のようなメンバーにちょっとしてみましたと、はい、うん。でボランチがだから面白いですよね。あのアンカーできるタイプの、まあ、サンペール選手とか、あと木田選手がやっぱり並んできたっていうところが面白かったなと思うし、はい、このあこれあの、まあ、一応サイドバックの形にしましたけど、ウイングバックできる選手がめちゃめちゃ多いんですよ、うんうんうん。例えばそれもあって、あの右サイドバックに白井選手入れたりだとか、はい、あとは、大宮では普段は3センターバックの左やってる川原選手をね、左サイドバックに入れたりもしてみましたけ ど、まあいろんなところできる選手がすごく多いなっていうのが印象的でした。あとはいろんなところ、ま、巡ってる選手がすごい多いですね。あ、なるほど、一チームだけじゃなくて、そっか、うん、そんな感じがすごくしました。あとは、そんないろんなところ回ってるみたいな言い方すれば、うん、右のこの表の中にあれこの人誰だっけって思ってしまった方2人ぐらいいるんじゃないでしょうか、もしかすると。センターバック、うん、セカンドのところですね、うん、ハーフナー日記、あー日記、はい、マイクの弟さんですよね。そうですね、先日あの、ハーフナーマイク選手、あの甲府復帰があの、決定しましたけど、そうですね、はい、その弟の日記選手今スイスにいます。もともとあれですよね、本田圭佑選手のね、そう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 、ね、オーストリアの3部いましたけど、はいはい、今もホルン、そうなんですよ、うん、今はあのその後スイス移籍して着実にステップアップして一部リーグのいわゆるスタメンを獲得しているというところ。あ、うん、ご飯食べたことあるんですよ。あ、そうなんですね、いい子です、ひょうきんです、ね、そうなんだ、うん、そしてあともう一人、うん、一番上フォワードのランの一番右、うん、木下康介選手、はい、先日まであのシントトロイデンにいましたけど、はい、今はこのスターベクというチームで、はい、まあ、プレーしたりします。スターベク、はい、そうです、デンマーク。だから結構こう見るとあのやっぱり海外組として中島、南の浅野、うん、上田直道なんていますし、うん、それ以外にもこの木下康介、ハーフナー日記といった
りだとか、あとすでに報道とかありましたけどね、中村浩介、古橋、京吾、そして室谷瀬、このあたりはあの海外からオファーがあったかもみたいな、そういう報道とかもあったじゃないですか。それにさらに加えてあの豊川選手なんてこの間までベルギーいましたからね、はい、だから海外かなり近い世代というか、かなりね、なんか身近に感じてるような、行きやすくなった世代でもあるわけですよね、ってのをなんとなく作ってても思いましたね。はいはいはい、あ、これを同級生がいろんなこうねタイミングでメジャーになっていってるっていうね、今後の5年10年でまたこの辺の勢力図も変わってくるわけでしょ。変わってくるでしょうからね。じゃあそんな彼らと、はい、同じ世代のワールドのメンバーも見てみましょう、はいはい、どんな感じで自分飲んでました。ほう、あー、なるほど。まあまずスターリングですよね。はいはい、スターリングですね。まあ今全世界全年度の中でもトップクラスのタレントですから、うん、まあネイマール、ムバッペ、スターリングあたり、あとファンダイク、うん、メッシとロナウド超えてるのはだってこのあたりの市場価値的には。あー、そうなんですか。そう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 、メッシとロナウドも超えてんの、スターリングの市場価値。あ、若さもあるから。そういうことです。若い人の方がやっぱり市場価値高くなりやすい。メッシとロナウドって、ね、今何歳世代なんでしたっけ。ロナウド1985だから、元で35ぐらいかな、うん、あー、そうか、10個下ぐらいなんだもん。そう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 。そうか。それ考えたらあの二人まだまだすごいですね。めちゃめちゃすごいですね。そうなんだね、もうね。で今回このメンバー作りながら思ったんですけど、はい、まあ、これは作ってるのは確かに僕なんですが、うん、一応言うと市場価値、各ポジションずつの市場価値とか、あとは出場の試合数とかで、うん、ある程度これ作ってるところ、ファーストセカンドサード埋めてるところあるんですけど、はいはいはい、なんかね、マンチェスターシティがめちゃめちゃ多かったですね、うん、やってみると。もうまずセンターバックのところ、ラポルト選手とジョン・ストーンズ選手だったりだとか、はい、サイドバックメンディ、カンセロいたりだとか、あとは両ウィングですね、スターリング、ベルナード・シューバと入っていたりと、どんだけシティこの世代から集めてんだよってのがすごい、なんかのタイミングなんでしょうね、これね。そうなんですよ。だから今まで見てても、例えば88、89世ではあのドルトムント関連のメンバーが多かったりだとか、はいはい、90年だったらナポリが多かったりした。おで若いところだと、あと新しい今のドルトムントだとか、あとやっぱライプツィヒ、あとフランスのリールが多かったりとかあったんですけど、この世代はマンチェスターシティということで、やっぱり25歳前後の世代をもしかすると結構注力的に集めていたっていう可能性はあるのかなってのをなんとなく思いましたね、シティさんもね。まあ状況があるんでしょうね。ということでこんなメンバーとなっております。でさらにあとプラスちょっとちらっと言いたいところで言うと、あのね、サウール・ニゲス選手が僕あの勝手な個人的な話ですけど、一番好きで、ポジションはボランチですね。今左のスタメンの方にも乗ってると思うんですけど、アトレチコ・マドリードの選手です。もともとオフェンシブハーフとかもやるのかななんてユース年代の時には言われていたんですけど、まあ中盤のこうどっしりとした感じで奪いに行ったりパスさばいたりとかいろんなことができるような選手、まあどこのチームにいても、いやサウールがいれば大丈夫みたいな、そんな選手なんですよね。そうなんですね。もしかしたら普段プレミア、あの海外で言ったらプレミア見る人が結構中心的なのかなと、特にうちのチャンネルでは思いますけど、はい、この選手の名前はちょっと覚えててほしいなと。サウル・ニゲス、覚えましたますね。彼らが南の世代ということですね。まあ、間違いないですよね、言い方的にもね。そうですね、ここも劣ってないですよね。南のここに入ってないんですか。南のもうちょいでした。あ、もうすぐベストイン、はい、ただ実は南の選手よりも世界に近い選手は日本人でいたんですよ、この年代で、はい、嘘、さっき中にいた人、はい、誰だろう、中島、正解です。あ、そうか、中島翔也選手が実は市場価値的に言うとトップです。あ、そう。ただリバプールがちょっと今ちょっとね中断期間なんで分かんないですけど、リバプール優勝した時のメンバー入りってことになるじゃないですか、一応ね、今年の普通の結果で言ったら。そうなると市場価値って結構上がるんですよ。そういうもんなんですね。はい、なんで南の選手はおそらく1年後とかだったら世界にいるんじゃないかなと思います。逆に、はい、逆に中島翔也選手は1年前だといました。あ、なるほどね。そう、ちょっとポルトでなかなか出れなくてっていうのがあったので。なるほどね。でちょっと戻ってみましょう。はいはい、日本に戻りますよ。はい、こちらでございます。はい、はい、こんなメンバーですね。あとはともすればですけど、世界行ける可能性とかで言ったら、やっぱりもうベルギーいますけど、上田選手可能性あると思ってるんですよ。2年後着実にキャリア積んでらっしゃる。そうですね、やっぱセンターバック上田選手ってもっと若いのかと思ってた俺ここですね。そうなんだね。上田選手がやっぱディフェンダー息長いので、こうまだまだいけるんじゃないかなってのと、もう一人僕いると思ってて、サンペール。ああ、そう、はい、帰り咲くあるんじゃない。そうですね、
なんです。はい、同い年だから古橋選手とともにと、この辺りが上がってってもおかしくないんじゃないかなって。でもさっきの南野のリバプールの話で言うとさ、うん、日本でいくら活躍しても日本にいてっていうので使用価値っての上がるもんなんですか？全然上がります。それは どういった要素で上がるんですかね？単純に言うと、うん、やっぱり世界のコンペティションにいろいろ出たりする、世界的な大会、はいはい、うん、オリンピックでもいいし、うん、ワールドカップでもいいし、まあなんならアジアカップとかでも全然いいんですよ。代表ね、そう、うん、そこで活躍するっていう風になってくると変わってきます。そっか、あとは ACL とかでもそうだし、クラブワールドカップでもそうですね。なるほどね。だから柴崎岳選手とかのレアルから2点取ったなんて時あったじゃない。あの時あれから1ヶ月後にドーンと上がったりしてたので、まあそういうところから、あの日はもうレアル入ると思ったもんね我々はね。そしたら違う選手がレアル入りましたけどね。びっくりしましたね。そう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 ですね。あとは海外移籍の噂もあれば、中村浩介さんだとか、あと三浦玄太さん、この辺りもまだ今後上がっていくんじゃないのかなと思われる株でございますね。ぐいぐい先ほどね、世界に食い込んでほしいですね。ですね。まだまだチャンスありますもん、うん、はい、以上でございます。なるほど。で僕意外とこれね、サードって書いてあるこの列にいらっしゃるあたりのね、先生のチョイス好きなんですね。ここいいですね。いいのよ、前田直樹とか、ね、J.I. がね、J.I. あ、この辺はちょっと南の、ね、選手と同い年と思いながら見る、うん、このね、俺金森選手も好きなんだよね。僕吉野選手、あの誕生日全く一緒なの、11月8日っていう、その何、あ、ああ、そう。そう、まあ、年は違いますけど。あるよね、そうなんですよね。ああ、はい。頑張っていただきたい。先頭選手もいるじゃん。はい。ね、頑張ってほしいですね。まだ離れたくないぐらい見てたいぐらい、ね、まだあと2世代残ってますから、後で停止ボタン押して見ておきますね。はい。知念選手も頑張ってほしい。そうですね。ね、はい。わかりました。マテウス選手が一緒な気しないんだよな。わかんないですね、外人さんってね。そうですね。年がね。なるほど。わ、うん、かりました。ということでございまして、同級生世代、今日は、94ジャパン&ワールド先生に、ね、伺ってきました。ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして他の世代もぜひ見ていただきたい。これあの何世代分やってるんでしたっけ、何年から何年、1984年生まれから2001年までですね、うんうん、なるほど。これであと残ってるのが96と97の2つのみです、うんうん、またなんかそっちも見えてくる、はい、なんかが見えてくる。そうです。お楽しみに。お楽しみに。これあれだね、ちょっと一回あのサムネ直してかも、直してもいいかもしれないね。あの何々世代っていうキャッチフレーズ。ああ、いいかもしれないですね。南の世代みたいな感じですね。そうそうそう、とかなんとか世代、はい、なんかわがまま世代とかね。クラチナ世代とかね。そう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 、はい、いいですね。わかりました。ということでございます。ライブ配信も我々ミルクサッカーアカデミー月曜日の9時から夜ね、皆さんのコメントとともにお送りしてます。ぜひね、見ていただきたいと思います。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また明日の朝動画出ます。よろしくお願いします。井上真でした。ノーミルク佐藤でした。いってらっしゃいませ。ありがとうございました。どうも